乃木坂46の中には人気絶頂の中、ファンだけでなくメンバーからも惜しまれながら卒業したメンバーがいます。女優やタレントに専念したかったという理由や家庭の事情や体調が整わず卒業したメンバーがいました。さらには乃木坂がどう育っていくのかを見届けたいという思いで卒業したメンバーもいるのだから驚きです。今回は人気絶頂の中で卒業した乃木坂メンバー9人の理由を紹介していきます。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。生田絵梨花。1期生の生田絵梨花さんはミュージカル女優としての活動に専念したいと考えたため乃木坂を離れたと言われています。2014年に舞台虹のプレリュードを主演として演じているなどミュージカルを乃木坂として活動している頃から行っております。生田さんは幼少期に舞台アニーを見たことによりミュージカル女優を目指します。しかしミュージカルは見る天国やる地獄と言われるように一人前のミュージカル俳優になるには10年かかると言われているほどに生半可な努力でできるものではありません。その中でも音楽大学生時代は寝る間も惜しんで1時間の睡眠と栄養ドリンクを流し込んで毎日ミュージカルの稽古に励んでいた生田さんの熱意を見ると専念したいと思えるのもうなずけます。しかしながら実際は生田さんも随分前から卒業はどこかで意識していたはずなのに気がついたら離れなくなってしまいましたとブログにて公表していることから愛があったのは明確です。そのため生田さんは乃木坂の活動とミュージカル女優としての活動を天秤にかけ後者の方に傾いた瞬間に卒業しないといつまでも入れてしまうため卒業に踏み切った形と考えられます。このことよりアイドル活動よりも何かに専念したいと考えた上での卒業していることで次に進むことを明らかにしていることからファンは卒業後も安心して応援できるため一番メジャーな理由かもしれませんね。和田まあや。1期生の和田まあやさんは先ほどの他の仕事に専念するために卒業するという内容とは少し違い乃木坂でのアイドル活動に満足したことを理由として卒業されました。特に和田まあやさんは1期生で古くから活動しているメンバーでほとんど日の目を浴びることなく選抜メンバーの後ろで踊るアンダーとして長きにわたって活動されてきました。後ろで踊ることで選抜メンバーよりもメンバーのことがより鮮明に見えることもありデビュー時から続いている乃木坂工事中の人気企画の一つであるうちわ受けモノマネ大賞ではファンですらも知らないメンバーの癖や実態を面白おかしく伝えてくださいました。また和田さんはメンバー以外にも振付師や小道具さんなどスタッフにも気を配り誰よりも裏方として乃木坂の背中を支え続けたメンバーだと言えるでしょう。満足したから他のことに専念したいという考えもあっての卒業を考えられたメンバーもいることだと思います。しかし中には不満足ながらも自身の成功のためにやむを得ず違うことをしたかったという考えもあったかと思われます。そのため今回は別の理由として分けさせていただきました。満足であってもそうでなくてもどんな形でも元気な姿をまた見たいですね。生駒里奈。1期生の生駒里奈さんは卒業理由として次のステージに進みたいという旨を示して2018年に卒業されました。生駒さんはデビューシングルぐるぐるカーテンのセンターを飾り5枚目の君の名は希望までずっとセンターの位置で踊り続けました。主人公の座を6枚目のシングルガールズルールにてそれぞれのメンバーに譲った際にはとても安心されたような感想を述べられていたことからセンターで悠々と踊っていたように見えた生駒さんから見てもセンターの重みはかなり強かったみたいです。そんな生駒さんでしたが乃木坂以外で自分を高めたいとの理由で卒業されました。実際何度もセンターを経験したことやヒット祈願で過酷なロケをたびたび行ったこともあり乃木坂でできることはあらかたやり尽くしたと判断したと思われること、また生駒さんが乃木坂の看板を背負ってメンバーの誰よりもバラエティ番組に出ていたことでファンでない層まで認知されたこと、この2点の主な理由は乃木坂で十分自分を売ることができて乃木坂を有名にしたことで生駒さんを満足させて卒業を決意させたことにつながると考えられております。生駒さんは現在女優やタレントとして活躍されていることから次のステージへ進みたいということを理由にして活躍されている姿を見ると本当に新たな世界を見たかったために卒業をされたということがわかります。そのため卒業した後の行く末を心配していた当時のファンも今の姿を見て安心することができるのでしょうね。橋本七海。1期生の橋本七海さんは弟の学費を払い終えたことにより2017年に卒業されました。橋本さんは家庭内のお金ではどうしても弟の学費が払えないため乃木坂に加入することでお金を貯めてなんとか弟のために学費を補っていました。なぜ橋本さんがそこまでして弟のために学費を作っていたのかというと自身が橋本家の長女として生まれたためです。両親がお金がないのにもかかわらず橋本さんが満足して生活できるように一生懸命に愛情を込めて優先的に願望を叶えていたようです。
そのため何としてでも自分が弟の分まで幸せになった分、弟に何かしてあげられることはないかと考えた際に、弟の学費をどうにかして出してあげようとしたことで乃木坂に入ることを決意したそうです。ちょうど乃木坂に入って5年が経過し、無事に弟が高校を卒業したことや、進学先の大学で優秀な成績を残したため、学費が免除されました。そのため、お金を無理してこれ以上稼ぐ必要がなくなり、乃木坂に残る必要がなくなったタイミングで卒業発表がされました。彼女の卒業曲でセンターを飾った16枚目シングルのさよならの意味はミリオンヒットを記録し、乃木坂46の人気の向上に最後まで貢献してくださりました。また乃木坂工事中で司会を務めているバナナマンさんに対してもかなり貢献しており、設楽さんがメンバーのことをいじった際に橋本さんが笑うかそうでないかでダメかどうか判断できたことから、進行をしやすかったと橋本さんの卒業を惜しむ言葉をかけました。こうしていろいろな方々から惜しまれながら卒業した後に芸能界を引退して、7年経つ今でもファンの間で思い出が深く刻まれており、彼女のことを伝説の存在として崇めているファンも少なくありません。中本姫香。1期生の中本姫香さんは万全な状態での活動ができなくなったことで強い憤りを感じ、2017年に卒業を決意しました。中本さんの代名詞の姫タンビームは、乃木坂の最初期から辛いことがあった時にこのビームを放つことでメンバーを笑顔にしていました。そのためアンダーの期間が長かった中本さんでしたが、その自慢の持ち技で乃木坂の冠番組のロケや企画にたびたび呼ばれていました。中本さんは褒められたい認められたいという思いで過食や無理なダイエットを行って、エナジードリンクを1日数本飲んだ状態で寝る間も惜しんでダンスに励みました。その中で7枚目シングルのバレッタにて初選抜を飾った中本さんはまたアンダーに戻りましたが、ただでは戻らずに11枚目のシングルの命は美しいのカップリング曲の君は僕と会わない方が良かったのかなにてアンダーセンターを飾ります。また中本さんは15枚目16枚目の裸足でサマーさよならの意味にて2作連続の選抜入りを果たします。しかしその後すぐにデビュー時から抱えていた体への違和感が限界を迎え、医者に相談したところ適応障害と判断され、17枚目のインフルエンサーの時に休業を余儀なくされます。中本さんは2017年に休業から復帰しますが、体は前のような状態に戻ることができなかったため名残惜しくも卒業を決意されました。そんな彼女は現在は芸能界を離れて心理カウンセラーとして活躍されており、最近では早稲田大学を卒業したことを中本さんのインスタグラムにて公表しております。アイドルを卒業してなお話題に上がる彼女は生粋のアイドルかもしれませんね。高山一実。1期生の高山一実さんは2021年にずっと乃木坂にいるそうだったから自分で離れる機会を設けたという旨を理由として卒業されております。高山一実さんは結成当初から卒業までアンダー入りすることなく選抜に続けた数少ないメンバーです。デビュー当初から始まっていた乃木坂ってどこではなくてはならないムードメーカーとして活躍しており、司会のバナナマンさんと共に軽快なトークで番組を大いに盛り上げてくださいました。そして何人ものメンバーの卒業を見届けた高山さんはついに2021年の11月に卒業を決意します。その際に乃木坂が好きすぎるからずっとここにいられる自信がある、だから自分自身で身を引く時期を決めたということを理由にして卒業されました。高山さんは現在タレントとしてオールスター高野祭の司会アシスタントや小説家として小説トラペジウムが30万部の大ヒットを記録するなどマルチに活躍されております。そして先ほど紹介した小説が今度クローバーワークスにて映画化が決定しているので、気になった人はぜひ今年の5月10日から全国で公開されるため映画館に足を運んでみてはいかがでしょうか。秋元真夏。最後の1期生で知られる秋元真夏さんは1期生が完全に抜けた状態で乃木坂がどう育っていくのかを見届けたいという思いで卒業されました。秋元さんは大学の受験勉強を終え4枚目シングル制服のマネキンから合流したメンバーで、いきなり選抜に選ばれるという異例の待遇で迎え入れられました。合流した後はあざといキャラで乃木坂の数々の冠番組でなくてはならない存在となり、見事卒業するまで全シングルにて選抜入りを果たします。そして秋元さんは桜井玲香さんが卒業された後に2代目キャプテンとして就任しており、表ではいじられ役として場を和ませながらトークを回し、裏では副キャプテンの梅澤美波さんと共に統括し乃木坂を引っ張っていきました。その後秋元さんはみんなが卒業するまで乃木坂として卒業していくメンバーを見届けたいとつぶやいていた生田絵梨花さんや、1期生の最年少メンバーとしてずっと長くいるとされた斉藤飛鳥さんよりも在籍期間が長く最後の1期生となりました。
その際に秋元さんは先輩たちがいなくなった乃木坂46の今後を見届けたいという理由で2023年の2月に卒業した際にキャプテンを梅澤さんに引き継ぎ世代交代を果たしました。こうして2期生の最後の一人の鈴木彩音さんも2023年3月に卒業されたことにより3期生が一番上の体制となってもうすぐ1年経ちますが、まだまだ衰えることなく34枚目シングルモノポリーも順調にヒットし、まだまだ安泰です。新内舞。新内舞さんは2期生の最年長として2013年から2022年までの間2期生メンバーを引っ張っていきましたが、ついに30歳という大きな年齢の節目を迎え、新たな自分で人生を歩むとのことを理由に乃木坂を卒業されました。新内さんは比較的アイドルとしては遅咲きの21歳から加入されたメンバーで、加入年齢だけで見ると岩瀬由美子さんと同じなので、1期生に混じって写真に写った際には1期生と思えるくらい貫禄がありました。また新内さんは世のアイドルでも珍しく OL とアイドルの二足のわらじを履いた活動を行っており、会社のウォーターサーバーの水を使い倒して水泥棒と揶揄されていた OL 時代の節約術を生かした番組企画では、メンバーの緩み切った財布を締め直す係として活躍されました。30代という体力の低下が著しく見られ、体力仕事のアイドルにとって大きな壁にあたり、新内さんもここで新たなスタートを切るという決断をして卒業されました。このように年齢の節目というアイドルにとってかなり重要なところで卒業するメンバーはやはり古くから最近まであり、卒業理由としては十分すぎるくらい納得のいく内容です。そして1期生の最年少でアンダースタートから15枚目の裸足でサマーにてセンターを勝ち取り、その後は乃木坂のエースとしてチームの支えとなった斉藤飛鳥さんの卒業年齢が25歳とのことから、本人は公表していませんが節目で何か思い当たることがあり卒業されたのかもしれません。また先ほどの理由にて新しい乃木坂の姿を見たいとしていた秋元さんの年齢もちょうど30歳だったことから、卒業するのにキリのいいこのタイミングで1期生が全員抜けるように考えられたのかもしれませんね。大園桃子。3期生の大園桃子さんは崇拝していた白石麻衣さんが卒業されたことにより極度の上がり症で、もともと人前で何かをすることが苦手な性格だったため、アイドルとしての活動にとてつもない不安を感じ卒業されたとされております。実際大園さんの卒業セレモニーで斉藤飛鳥さんが大園さんに向けて、力不足な先輩でごめんねという言葉を送っています。そのため卒業した頼りがいのある白石さんよりも不甲斐ない先輩で申し訳なかったという思いもあったのではないかとされております。大園さんは3期生として加入した直後に与田桃ペアとして18枚目シングルの逃げ水にてダブルセンターに抜擢されます。その後は2019年に一度休業されますが、復帰後もアンダー入りすることなく選抜で踊り続けました。はじめはとても泣き虫で、司会者に何か話を振られると緊張して泣き出してしまい何も話すことができなかったほどでした。特に極度の上がり症がわかるエピソードとして、先輩と初めてお会いした際には緊張してしまいそのまま倒れ込んでしまったという有名な話があるほどに、初期の大園さんは上がり症と泣き虫のキャラで知られていました。そして大園さんは純粋無垢な性格だったことから、番組中に緊張して泣いてしまったことでファンの間からの向かい風の評価を真に受けてしまっていました。しかしながら大好きだった白石麻衣さんの背中を見て成長した大園さんは次第に本番に強くなり泣かなくなりました。ついに鹿児島から一人で上京してきて、不安だった大園さんを東京のお母さんとして包み込んでいた白石さんが卒業したことで、またもや不安でいっぱいになりました。そこで同期の梅沢さんや白石さんと同じく1期生の斉藤さんが白石さんの代わりになろうと引き止めましたが、ついに大園さんは2021年9月に卒業されました。ただ大園さんは周りの評価を真に受けやすく緊張しやすい性格だったにもかかわらず、大勢に見てもらうのが仕事のアイドル職を 1,2 年で投げ出さずにここまで頑張ってこれたのは白石さんがいたこともありますが、それ以外にも努力してこられたに違いありません。そんな大園さんは現在は化粧品会社の社長として活動しており、 YouTube チャンネルも開設しておりますので、乃木坂の事務所には所属していませんが今も人前で頑張っておられます。今回は人気真っ只中で卒業した9人のメンバーの卒業理由を紹介しました。中には男性関係によって気まずくなってしまったという理由や、次のステージへ進みたいと言いつつも熱愛報道から逃げるような形で卒業されたメンバーもいらっしゃいますが、無事に過去のことを清算して戻られることを願っております。またみんなが卒業してどうするべきかわからなくなり卒業したケースもあり、こちらの方もなんとかどんな形でも戻ってくればファンは喜ぶと思います。ですからまたいい話が聞けることを心より祈っております。
動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。